どうも、ジョニーです。今日はですね、テトリスエフェクトの、コンボモードの世界記録を更新しましたので、こちらの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ見ていきましょう。さあ、このルールはですね、あらかじめ、まあ、こんな感じですね、念の種が用意された中、いかに、うまい感じに消していくかっていうルールです。さあ、中開け。まあ、中開けはね、こんな感じに速攻で繋ぎやすいんで、これはチャンス。チャンスと見るやいないや高速で繋いでいく俺、18コンボまで。まあ、4列連はね、やっぱり一番コンボ稼ぎやすいんで、3列連とか2列連も種も来るけど、その時はまあどちらかというと、思考時間を減らした方がいいかな。思考時間減らして、できる限り、4列が来た時に、持ち越すコンボの、こんな感じですね。コンボのその、量を増やしていくっていうのがコツ。さあ4列、繋いで、あいみの、ルミの、オーミの、エスミの、ジェミのと繋いでいき、これは疑似4列かな。まあ、2ライン消しとか挟めば、とりあえず、ま、こんな感じに、種3だとか種6とかになるパターンのやつ。かなり繋ぎやすいやつですね。比較的自由度が効くパターンの4列連。さあ、ここはソフトロー。まあ、ソフトローもね、かなり影響してくるんで、時間的に。まあ、できるだけそのソフトドロップない、繋ぎ方をするっていうのが、コツかな。まあ、さすがにここは仕方ないと判断して、Z の、ソフトロー。しかし、その後はソフトローを対応せずに、しっかり繋いでいく。83コンボまで。まあ、これ疑似4列。疑似4列、87、88。しかし、繋げず。これ、なぜ繋げなかったっていうのはですね、今、右側見てもらえるとわかる通り、プラス1ってなってると思うんですよね。1ラインずつ消していると。しかし、このルール自体、90コンボまで突入してしまうと、次の、消した時に、プラス0秒になってしまうんで、こんな感じに。なんで、89コンボまで、ギリギリまで稼いでおいて、次のね、連で、さらにプラス1されるのを、待っていたっていう、まぁ、ちょっとしたね、細かい技術を使っています。さあ、冷静に繋いでいき、123コンボまで、残り、110秒。今までこんな感じに秒数増えてたけど、もちろんプラス0になるんでね、こっから秒数減っていきます。なんで、いかに速さとの勝負になっていくかな。さあ、2列連。これはもうできるだけ、とりあえず、うまい繋ぎ方はもちろんした方がいいんだけど、どちらかというと、もう、ひたすら考えずに、いかに繋いでられる、感じを用意するかっていうのが重要。さあ、今のむずいっすね。Jミノから指導してしまうと、愛に繋がんないんで、Sミノ、Jミノ置いてから Sミノ指導。こういうね、こういうのを一瞬で判断していくっていうのが結構むずいんですよね、このルール。特に Sセット、Sのミノをホールドしていると、繋ぎづらくなってしまうんで、SZをホールドしておくのはちょっと危険。さあ、中開きはチャンス。4列連でコンボも繋ぎやすいし、中開きなんで、即座にこんな感じに、ハードドロップができるんで、かなり時間的にも短縮しやすい。中開きの時は非常にチャンスですね。さあ、繋げていき、疑似4列。さあ、ここら辺もとりあえず2ライン消しを挟みながら、まあ、こんな感じね、だいたい種6とか種3になっていくんで、まあ、比較的自由度が効くんで、なんとかなる。さあ、ここ、相立てから繋いでいき、ソフトローないかな、大丈夫かな、というのを確認しながら、まあ、ここ L から行きたいけど、ソフトロープ入ってしまうんで、T ミノから行って、Z。まあ、ちょっと S ミノホールド危ないけど、まあ、そうですね、こんな感じに。やっぱり SZ あると、かなり繋げづらくなってしまうんですよね。しかし、まあ、2列連だったんで、どの道そこまでコンボ数的には稼げないんで、なんとかなる。さあ、ここで、T ミノ、I ミノ、O ミノまでかな。O ミノまで繋いでいき、4列来た。さあ、ここはさすがに SZ のホールドというか、SZ でソフトロープ使ってしまうのは仕方がない。その後に判断、高速でやっていき、ポン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 置いて、245コンボ。さあ、残りが14秒。非常に少なくなってきましたね。ここら辺で、即座に4列引きたいと思っているが、3列連か。まあ、3列ならそこそこは稼げる。2列連があんまり稼げないんで、できるだけ3列と4列を引きたいところ。しかし4列構図2列連。ここ引きたかったっすね、4列ね。残り5秒。しかしここでベストスコア更新していく。さあ、0秒、0秒、0秒とどんどん増えているが、増えてはいないですね。増えてはいないが、さあ1秒、後半1秒、前半1秒、0秒、後半0秒、中盤0秒、ばばば。ちょっとね、解説が追いつきませんでしたが、まあ、こんな感じで、ベストスコアを更新していきました。まあ、今まではね、俺の264コンボ、
が、まあ、世界記録だったんですけど、まあ、大幅更新して、15コンボも更新して、279コンボ。で、世界記録をさらに、超大幅更新をしましたね。まあ、ここまで更新できた理由としては、やっぱり、全体的にソフトドロップが少なかったかな。全体的にソフトドロップが少なくて、なお、まあ、試行時間もかなり短かったと思うんで、まあ、意外にね、繋げづらい4列の形とかあったと思うけど、そこら辺も冷静に、GMのから置いて、隅の白とか、ああいうのを一瞬で、割と一瞬で判断できてたと思うんで、そこが更新のうちになったって感じですね。はい、では皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。